空を覆う黒煙、灼熱の炎の川、それは大きな運命のうねりを予感させた。ここで私たちは一つの真実と向き合うことになる。さあ、ルリアを取り戻しに行こうぜ。こりゃマグマか。砂漠の暑さなんてどうでもよくなるな。どれだけ頑丈でも落ちたらおしまいだぜ。気をつけてくれよ。そういえばローランさん、なんだか様子が変じゃなかった？そうか、ちょっと疲れてんのかもしれねえな。ありがたいことにいろいろと助けてもらってる。全部終わったら埋め合わせしねえとな。頑張るよ。何かな？これはなかなか。あの光ってる石を触ればいいんだよな。頑張れよ。何かな？いい感じ。これはなかなか。この毛は聖少女が近いわ。おい、あそこを見てくれ。あの野郎は。来るな。何？ルリアごと行っちまった。追いかけようぜ。彼もなぜあの聖少女と戦っていたのかしら。さあな、いずれにせよ私たちの敵であることに変わりはない。こいつは火山の噴火が始まったか。足場を見て、マグマに沈んでいってる。とにかく目の前の道を進むしかねえ。それ以外は考えるな。いいだと言ったかしら。教えてちょうだい。ルリアちゃんがなぜ聖少女の一部に。教団の望む事象ではないようだ。お前たちには関係ない。てめえな、
もしものことがあったら許さねえぞ。待て、様子が。おいおいおい、どこ行く気や。逃がさん。もうちょっとだったのに。仕方ないわ、追うわよ。クソ、火山は大丈夫なんだろうな。あの青少女、姿形がバハムートと似ていた。ルリアちゃんを取り込んでいない。関係があるというの。なんだあいつ、マグマの中でもがいて。うわ、マグマの波だ。あんなのに飲まれたら火傷じゃ済まないわ。あの岩の陰に隠れるんだ。一時的にはやり過ごせるだろう。今だ、ヤツを追いながら距離を詰めろ。結果的には助かったが、やっぱりとんでもねえ野郎だな。今でも行けるわ。追いかけるのよ。男、あれほど真に迫って戦うと。皆さん、共にルリア。でももう、あの野郎が救い出してもまた連れて行かれたんじゃ元も子もないぜ。だな、出し抜かれるわけにはいかねえ。あそこで行き止まりのようね。接近戦に持ち込みましょう。気をつけろ、ヨハが来る。追い詰めたぜ、この野郎。ルリアは返してもらうからな。ルリア、もう少しの辛抱だ。どういうつもりだ。何が起きている。お前たちには関係ないと言ったはずだ。てめえな。この光はルリアちゃんから発せられているの。ルリアちゃんの防衛本能。攻撃が全然通じない。このままじゃ手も足も出ないわ。威風つかせどる星がある。なんという拒絶の力だ。なんとなく分かってきた。あなたたちがルリアちゃんを連れて祭壇を巡る際、イフを司る青少女の力の特性で逆にルリアちゃんが取り込まれてしまう。ことのあらましとしてはそんなところかしら。ならもうとりあえず触媒をルリアに直接使うしかねえぜ。そうだな、ビーカ。私たちが隙を作り出す。やっと手にか。ビー、もう少しで一斉攻撃を仕掛ける。そこで一瞬隙が生まれるはずだ。準備はできてる。頼んだぜ、みんな。受けられるぞ。ビー、今しかねえ。元に戻ってくれ、ルリア。壁をぶち抜いていきやがった。また追うしかねえってか。だが間違いなく触媒の効果はあった。次で決着。皆さん、お待たせしました。ジリジリくれ。裏に任せてくれ。よーい、諦められるかってんだ。あいつら下でやり合うつもりだ。一時休戦だ。まさか休戦の申し出とは。さっきトカゲが放った青い光、あれがルリアを救う手立てなんだ。だったらなんだ。また俺たちを打ち負かして奪うってか。この青少女を相手にしながらそれができるかしらね。青少女、星神をお前たちがそう呼ぶのか。教団は青少女の力を欲してルリアちゃんを操った。しかし逆にルリアちゃんはギフの青少女に取り込まれてしまった。つまりこの状況はイレギュラー。あなたたちとしてもルリアちゃんは救出し、そういうことでいいわね。ああ、そしてこいつを倒すにしてもお前たちだけでは骨が折れるだろう。
双方の利益と目的が合致しているからこその共闘というわけか。しのごに言ってられねえか。今はこの聖少女に集中しようぜ。この光が、その身に来た攻撃が通らねえ。ビッグ、さっきと同じ手順で行こう。隙を作り次第、触媒を使ってくれ。分かったぜ、任せてくれ。マクビー、大丈夫か。隣の足場に逃げればかわせたかもな。助かった。君を隠しておくぜ。準備はできてるぜ。チャンスは逃さねえ。ビン、ユリア、戻ってきてくれ。でしょ、まだ食べた。大丈夫、効果はあったみたいよ。戦勝中を包んでた光が消えたわ。これで攻撃が通用するな。中将、島ごと焼き尽くすためにも力がない。早く決着をつけないと。待ったよ。じゃあ何の殻を吹っ壊してやったぜ。聞いてるみてえだな。弱点だけが私が決めよう。行け、スカルメイル。体勢が崩れた。一気に叩き込む。仕切り直しか。だが確実にダメージを蓄積しているはず。そうだ、やばいぜ。警戒しろ、何か仕掛けてくる。あの火球は、あれを使う気だというのか。おいおい、全員まとめてドカーンってか。その分動きは鈍っているようよ。何としても食い止めましょう。足場が沈んできてねえか。マグマがせり上がってきてるぜ。表面して火山活動が活発になっている。止めないと危険よ。手応えはあったか。どうだ。まだ強い魔力を発してる部位があるわ。手分けして対応した方が良さそうよ。よし、あと一箇所だ。それで最後。火球が消滅した。なんとかしのげたようだ。まったく、とんでもないことしやがる。危機一髪ってとこだったな。また光に包まれたか。なるほど、オイラの出番だな。みんな頼んだぜ。またマグマが来るぞ。クライマックスってな、そろそろ蹴りつけようや。体勢が崩れた。一気に叩き込む。仕切り直しか。だ
実にダメージは蓄積しているはず。受けてみろ。マグマで足場を失うぞ。交代しよう。死ね。ここまで来たんだ。倒れるわけにはいかない。おい、お前も頑張れよ。ルリアを救いたいんだろう。来たぜ。手応え的には次でいけるはずだ。決めてくれ、B。 いつでもいけるぜ。できた。まもなく一斉攻撃で隙を作り出す。これで最後だぜ。待っててくれ。なんと哀れで惨めなのか。今のあなたたちはまさに空虚な舞台に舞う哀れな傀儡。それを操る意図は巫女との絆、ちっぽけな希望に他なりません。ですがあなたたちが抱く希望もまとめて私が救済しましょう。すぐに理解することは難しいでしょうが、抗わず受け入れなさい。愚か者どもに裁き。教団の長、自らの手だ。だからここで切り離せ。別に争うつもりはありませんが、あなたたちに救済の安らぎをもたらしたい。我らの試練の旅もいよいよ大詰め。あなたたちには最大の敬意、そして以後は私への表明を。さすれば救済は訪れるでしょう。分かっていますね。それこそが唯一にして無意の道。あんたに用意される道なんていらねえよ。悪いが俺たち気空士は自由が信条なんでね。身の程を知らない。そろそろ次の勝利と進みましょうか。こいつでどうだ。試練の果て、いよいよ門が開かれた。我が計画依然滞りなく。これは何をするつもりだ。いけない、このままじゃ。なぜ救済を拒むのです。最良の道であるのは疑いようがないのに。
同意しないと。巫女のことを思えば、本来あなたを傷つけたくなどありません。ですからどうか見届けてください。釈然たる私の救済を。汚ねえぞ、返しやがれ。返す？これはもともと私たちのものです。なぜあなたたちがこれを扱えたのかはいささか疑問ですが、まあ今となってはどうでもいいこと。これほどの聖章があれば、今度こそ。ずいぶん頑丈に作ってくれたみたいね。私の力でも外せそうにないわ。ちくしょう、ここまで来て手詰まりだってのかよ。まだ手は残されています。これはローランドだ。あなたはボルカンボーラまでリリスの手に落ちてしまいました。もう猶予はありません。どうか協力してもらえませんか。この空を救うには皆さんの力が必要なんです。ローラン、お前何か考えがあるんだな。教えてくれ。お前さんが知ってることをよ。ええ、もちろん。ですが皆さんの手当も必要ですし、一旦船へ戻りましょう。そこで全てをお話しします。